3つ目こちらです。じゃんじゃん。実は写真にこだわっていない、はいはい、どういうことでしょうかこれ。はい、カメラマンとしてっていうイメージはあまりなくて、うん、はい、写真の撮れるなんとかだろう。あ、はい、うんうん、ね、このねオンザウェイトゥっていう、ね、うん、イベントももちろんですけれども、うん、例えばこんな CD のジャケット、これ誰のですか。これね、ファシネーションボックスっていう札幌のスムースジャズのバンドなんですけれども、はい、ここのね CD とかウェブとかのねデザインも、これも魚眼じゃない。あ、そうです、これも展示します、ね、今回。あ、今回、うん、綺麗だな。そうなんです、うん、ね、こんなCD のデザインとかね、やったりとか。今回のこのチラシだって一生懸命やったらしいです、ね、やりました、やりました。ちゃんとね、裏もこんなに文字いっぱいなんですよ。本当に立派なもんですね。で、文章書いたりとか、うん、そういうのも好きなのね、うん、嫌いじゃない。あと、いろんな人たち集めてイベントを打ったりと、これすごい楽しかったって言うんですよ、うん、そう、すっごい楽しいんです、ね、うん、なるほど、ね、本当に今ね、このライブイベントとか、はい、この写真展に来てくれる人のね、うん、集客とかね、告知とかも一生懸命やってますけど、うん、はい、ね、それも楽しいんですよね、なるほど。いろんなね、仲間のミュージシャンとか、はい、いろんな人からこういうツールがあるよとかいうね、話を聞いたりとか。今回だってユニークですよね、うん、そのまあ、ギタリストはまあ、ね、うん、こういうつながりもあったからですけど、うん、タップダンサーやらね、そう、なんかそのライターの人やらね、うん、そういうこうちょっと面白い、魅力的な人とのつながりっていうのが、うん、それを引き寄せる握力も強そうね。うん、ですね、嬉しいですね、いろんな人がね、周りにいてくれて、はい、うん、そういうプランニングもしていきたいとおっしゃる、はい。実はそのカメラマンでっていう、例えばカメラマンオフィスを立ち上げてとか、うん、ね、若い人を育ててとか、うん、全く考えてないですね、写真の先生になろうとかも考えてないですし、うん、ね、普通だいたいカメラマンだと、はい、あの写真教室の先生やったりとか、うん、あとこれだって誕生日だからって言ったら写真展ですよね、うん、普通、うん、そうなんです、ね、うん、でも違う、山下さんこっちなん、そう、うん、共同展なんですこれ。共同展お、あのお誕生日だから一番わがまましていいよって言ったらこれですか、うん、そうです、お誕生日でわがままが叶う、はい、これです、はい自分の写真に合わせて何かを作ってくれるっていう人がいるっていうのが一番楽しくて、うん、何かがね出来上がる過程って楽しいですからね、やっぱりね、うん、なんかそういえば山木くんも南高じゃなかったでしたっけ。そうです、後輩になるのが15個下の後輩です。あ、そんなに離れてるの。そう、離れてるの。山木くんって意外と若いんですよね、うん、そうなんです。あ、見えてる、ね、そう、15個下なんです。あ、そうなんですか。へー、で今回このライブイベントに9月23日に吉田つぶらちゃんのサポートで出てくれる工藤拓人くんって、ね、あのサポロのね有名なタクトトリオの、そうです、ジャズピアニストですね、はい、彼は2009年の札幌シティジャズのコンテストの優勝者なんですけれども、うん、ね、はい、彼も札幌南高校の後輩です。すごい、南高付いてる、多分13校下かな。あ、そうなんですね、うん、そういうちょっと同郷っぽいネタがまたいっぱいあるんですよ ね。山下さんの肩書きを本当はカメラマンとしようと思ったんですけれども、うん、今日お話をいろいろ聞いて、うん、写真も撮れるプランナーという、はい、そっちのぴったりくるもんね。名付けていただきました、プランナーデビューという感じで、デビューします、ね、ご要望はまた下の方に貼っておきますので、はい、お問い合わせいただければと思います。よろしくお願いします。素敵なネットワークをお持ちですからね、うん、ありがとうございます、はい、まずはこちら9月、イベント3回やりますので、はい、ぜひ皆さんチェックしていただければと思います。はい、はい、今日のゲストは写真も撮れるプランナーの山下京子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。